してると朝早くからよろしくないかと思って肌が荒れてるとかね2か所ぐらいにキビができちゃったのよ今日はラジオだよモグモグしてる姿見たしえー、なに何な何全然。 お腹空いいてない今は今からお腹空いてくるあー昨日の話食べてない昨日絶対に昨日絶対に食べてない私は昨日食べてないんだだから今からお腹がすくんだきっとね今日寒くないめっちゃおはようたくみさん ちうるさいなひいた君はうるさいちょっと靴下はこうかなこんな冷たいとこんな冷たいのかあとありがとうございますみなさん、はあ、お腹すいちゃったな今日の朝ごはんは まあいつもとあんまり変わんないんだけど海冷めたまりちょっとヒーターだよヒーターうるさくないボう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 今日の朝ごはんはね目玉焼きとなんかよくわからないハムああれハムってなんだっけあの なんかスパムハムムムみたいなススパムスパムおにぎりについてそうなハムだっただと味噌汁とあの炊き込みご飯だった炊き込みご飯美味しそうだったな早く食べたいなハートいっぱいありがとう匠さん今更次郎さんもおはようございます マジ私結構寝起きなんですよ本当に起きて間もないですけど結構テンション高いわ朝っぱらからおみに失礼を働いたからさ <laughs> おみちゃんにあんま失礼したとさ もうおお仕仕事事…行ってるのお仕事みんなお仕事中なのやっぱこの時間だとさ結構少ないけんさ全部コメント拾えるわどんどんコメントくださいおーヒュータン参上おひゅうたんさんじおはあさっとんさんおはようね今ね全然コメントないけんいっぱいお話できる。 いやお話いっぱいできるけんコメントください。<laughs> 自分からコメントくださいっていうの珍しくない <laughs> もうしょうもないコメントせんでよ、もう。<laughs> 彼氏の、彼氏って何マジで。そんな人知らないです、私。誰ですか本当に。コメントしてって頼んだらしょうもないコメント来たっちゃけど。<laughs> やめてよ本当にもう今日メイクしてないんだ朝いつもね朝メイクしながら配信してるんだけど今日はしてないちょっと朝ぱらがすぎてさメイク朝っぱらからしてるとさニキビが2つ増えちゃったんだ <laughs> もうやめるメイクあ出勤してますって頑張ってー元気出してー頑張ってー お仕事はまだ始まってない。出勤中ですか通勤中文句だよ。自分でコメントしろって言って文句って本当に申し訳ないんですけど何ですか彼氏って本当に。海のすっぴんは彼氏限定だもんな。そんなそんなこと言ったら誰も見たことないよ私のすっぴんなんて。 誰だよ彼氏って本当に、はああお腹すきそうだな水ばっか飲んでるとふ <laughs> なふえか喋ることなくなってきた私は釣りで忙しいので適当にコメントええ今から釣り行くとえ今から釣り行くんですかいかの王さんはじめまして尾上瑞稀です ちょっと今日コメントめっちゃ少ないのでぜひぜひコメントくださいお話ししましょうえ今から釣り行くんですか嘘でしょおみじりですねえもう釣りしてますやばーすげえいいなあ <laughs> えそっちな何時一緒ですよね8時だよね8時から釣りしてるのえー、めっちゃいいやんで何釣りなん 何釣り <laughs> ちょっと釣り釣りの邪魔私釣りしてるのいいな何釣りしてるの何を釣ろうと思ってるのどういう釣り釣りの仕方なんあの船それとも陸それとも川バスバス釣り6時から え、そんな早くから、今日お仕事休みなんですか。おみ、寂しいなんてあんまり言わないの。に <laughs> だって全然コメントないからさ、いつもさ、メイクしてる。けん。そんな。コメント。多くなくても、ちょうどいいぐらいなんだけど。今日がっちり画面見てる、見てるから。お願いします <laughs>。表情、ひ、なんていうの、それ。表、ひ、何なに、なに。 表、表情釣りえ、何それ氷の上で釣りよっと絶対嘘じゃん、本当と酒釣りよっちゃろ、酒ガツガツ入れる、ね、聞いてくるね聞かしてよ朝配信だよ野口さん、おはよう仕事準備しながらコメントしてるあー、ありがとうございます忙しかったに、本当に仕事準備かー気合い入れてウキウキしながらぜひ行ってください <laughs> え、で釣りの話に戻っていいで、生釣りよっと生釣ろうとしよっとえ、すごくない氷の上で今日もガッツリ見てくださいガッツリ見てくださいって何？にガッツリあー、いつもガッツリ見てくださいねすいませんいつもさ、迷惑しよるけんさあの、横横でさ、チラチラってコメントヒいっちゃうけどえ、なんそれワカサギって 黒鷺しか知らん私今日もかわいいねかわいくないよすっごいんだよワカサギってなにどんな魚ですか調べようワカサギえな、ー、何にもないんだけど近くにこれでいいや揚げたってめっちゃ美味しいですよねえー、そうなんどういう系のお魚なんワカサギってなに 調べますワカサギは近くにパソコンがあるので調べますねえちちっちっちゃワカサぎち,ちょっちゃ <laughs> 小さくて可愛い魚えっこれあれやんかあのあげたら美味しいやつやん <laughs> 食べたことない <laughs> え食べたことあるよ絶対これ美味しいやつやんあげたら えー、すげーえでもこれってどうやって釣るとい一匹ずつ釣ると忙しくないこれ一匹ずつ釣,釣るのえー、かわいいなんか可愛いかねうわ本当だなんか寒いとこにおるらしいよこの人こあこのここの,こ,のこの魚かりし朝ごはん買って。 てもらっ <laughs> あるるあの朝ごはんはは朝ごはんあるしそんな暇暇してるみたいな言い方いやんか忙しいよ嘘やん絶対嘘やん配信配信見てるやんじゃあ釣れるまでさ喋ろうよ釣れるまでさかサさいかち詐欺詐欺って呼ばれるらしいよこれ。 おじゃあ,あサッタンさんいいこと教えてあげるよ腹いっぱいにするために釣る魚ちゃうよ腹いっぱいにするために釣る魚ちゃうよえそうなの何の魚なん何の魚かこの時間そうよだって朝しないと見れ,見れないでしょみんな朝でも見れない人多いしな ねえねえねえほらどこで釣っていいか教えてあげる今日のガツガツおみちゃんを <laughs> 今,日、ね、今日のガツガツおみちゃんを自分はそろそろ離脱します <laughs> お仕事頑張ってきてね頑張ってきてねまた夜会おうねかわいいありがとういいこと教えてあげるけんねえっとね水質が悪い状況や低水温や塩分に対して 広い適応力があり食用魚着用食用魚食用魚として需要が高いことから日本各地の湖やダムなどでも放流された個体が定着してるだってっんか、あの今すぐダムに行ってきて」<laughs> 今すぐダムか湖に行かんと」で、水質が悪いところ定数読んで」。 で塩分のいっぱいあところ。<laughs> 夜わからん。なんかまつげを見て <laughs> 頑。頑張れ。頑張れそっとそう。仕事じゃなかなか見に。そうだよねー。通勤とかで見れるかなと思ったんだけど朝。意外と少ないんですよね。でも結構朝は朝でこの少ない人数少ない。 コメント少なめ配信も楽しいんだよねえ水湖いるのくそー教えてあげようと思ったのにじゃああもう通勤済みなのじゃああ初心者でも迷う初心者必見これでもう迷わないワカサギ釣り ワガサリ釣りってどんな釣りワガサギってどんな魚キュウリウオメキュウリウオ科の魚で漢字はええー、漢字どうやって書くか教えてあげよっかこれこれです通勤中7時でもうちょっと早い方がいいのかなるほどねまこちゃんおはようんつん ツン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 知ってます嘘やん？知っとったワカサギは海へ降りて成長して秋にえ秋に釣るもんだって違う秋にカッパちょっとむずいなこの日本語。 よこちゃん22歳のお誕生日おめでとうさん。だれこれ。おはようみんな。みーちゃん、ちゃお。あこまちゃんおはよう。ルケットスニーカーさんおはよう。つん。ちゅん。ゅんじ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 ゅんゅん今ね、サッタンさんとワカサギについて語るよったさ。 <laughs> あいいの見つけたよ。ワカサギ釣りに必要な道具と装備ちゃんと持ってるこれちゃんと持ってきたこれ <laughs> ロッドとリールは年々進化してますって何ですかロッドってああね直感ワカサギツーカッパおしやろう <laughs> カッパって何ワカサギ釣りの話 なんかネットで調べよったらなんか「カッパ」っていう文字できたんだけどマジかカッパの主食か <laughs> 職場に着いたけ今からお仕事頑張ってまちゃん頑張ってあまこちゃんもツンツンまこちゃんもはーん今日も朝から違うんだって今賢くなろうと思ってネットで調べよ取とてワカサギちょっとワカサギえテントの中で釣りショット ゆずきちゃん今日も一日幸せに来てねまた夜会おうねええー、ちゃんこそ一日幸せに生きてください生きてください <laughs> また夜頑張ってねお仕事夜までロットってなんだっけわかんないちょっと調べてみるわどれをロットって言うとロット釣りあこれこのツウじゃなくてこの 棒のことをロットって言うんですかすげえなではドローンしますって頑張ってお仕事テントの中でどんな感じなんですか手に針数つらんなんですか針数ってんですかところで横ちゃんはいつ来ますかなすなす <laughs> 来ないです来ないです来ないですあサオサオ釣りロットなんだそれは知らんけど今頑張りようらしいさサッタンさんが釣りを だから応援してる今。今釣り。釣ってるらしい。萌え萌えキュンって言って。ワカサギを釣ってるらしい。外さんが。後で写真送ります。え、もう釣れたんですかえ、もう釣ったの嘘でしょ？どうせあの拾いがいでしょ <laughs> どっかネットから拾ってきたやろ？ちゃんと自分な釣った。魚しか送っちゃだめば。 本当に釣った釣ったかなツーショットでお願いします <laughs> ツーショットで送ってよ <laughs> ダメ最低 <laughs> あやたは若さぎじゃなくてオタクッらんば <laughs> ッツ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 釣り釣りッつ釣りッツりり <laughs> なんていうツッツうツうの おはようアッティーさんよし私も釣り頑張ろう負けないように <laughs> 面白いな恥ずかしいなだって生きるでしょうでもツーショットじゃないと信じられないなあおいちゃん <laughs> ちょっと朝から顎痛いんだけどほっぺ痛い顎じゃなくてほっぺだった <laughs> おはようじいさん、大好きさんおはようございます。りんちゃんおはよう、ホールケーキありがとうございます。ありがとうりんちゃん、ホールケーキー。あ、こまちゃんはお仕事行ってないじゃん。<laughs> お仕事あ違うお,お掃除、お洗濯、お洗濯か。お洗濯してください。あ,あ面白い。 釣ったオタクには餌あげないとダメだからねえ嘘やん。魚魚にさ餌なんてやらないじゃん。あ、釣りって難しいんですね。いろんな釣りがあって、いろんな釣りが難しいんだ。恥ずかしいから写真やめときますえ。絶対じゃんさあの本人ワカサギ。若本人の写真はちょうだいよ。釣ったの？本当に釣ってないでしょ。まだでも6時からいたら1匹ぐらい釣れたかな？で、こうワカサギ以外釣る気ないんですか？ 釣る気ないのそれとも釣れないのそこだとつんつありがとうありがとうこちらこそ朝早くあっちさんはもありがとうございますふーん釣りねーめっちゃ楽しそうやね朝からお仕事は休みなんだっけお仕事休みで釣り釣りに行くのわ今はわいいななんかそんな健康的な朝を迎えたい私も今日は 朝から釣りに行くみたいなさ、うわー、いいなー、なんか。なんか理想じゃん、充実してる人やんか、それ。彼氏さん、おはよう。ここはワカサギだけです。え、そうなんだ。そうだよね、なんか湖におるなら。限られてくるよね、結構。ほのさん、ハートありがとうございます。魚に餌あげないんだ。<laughs> え、だってすぐ食べるじゃん。 かわいい顔してだってすぐ食べるじゃない食べるであんがその場で食べるぐらい勢いで食べますよおはよう彼氏さんめっちゃ元気やんそうだよ朝から超元気今日メイクしてなくてあのずっとパソコンでワカサギ知られてる <laughs> ところでここまで私 私、新配信ですか何ですか?「指針配信」って。指針配信って, <laughs> 指針配信って何横ちゃん、今日誕生日、横ちゃん、横ちゃんって言っちゃった。横ちゃん、横井さん、今日誕生日なの生で丸のみ。な、丸のみせんよ。熊じゃないっちゃけん。熊じゃないっちゃけんさ。なんか、なんか、なんか興味深いことを教えて誰か調べるけん。昨日の朝とは めが前でほんとんかおなかすいおなか昨日夜ご飯食べてないんですよだからおなかいて起きたのかな体重高いなで何の話してたっけまあとりあえず魚釣りは楽しそうってことですねハッピーバースデーゆいちゃんえー今日お誕生日なんだ20 え、2月22じゃんににににって感じなのかともさんおはようございます彼氏さんレベルアップおめでとうつん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 どこきよしえつんどこでしたっけつんつんつん,つんって言ったらなんか思い出したチーム2222 22 にゃんにゃんにゃん、確かに。にゃんにゃんにゃんだ。え、今日まさか猫の日。うわ、今日猫の日やん、早速。猫になるか。早速猫の日だから。猫の日だから、猫のあのあれしよう。活用者つけよう、今日は。にゃん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 。寒いと思ってこよう。 もう寒いなもういいやパソコンでもう調べることはないおかさぎはもう調べ尽くしたけんやということでこのうん。このなんか素敵な座椅子に座ってみよういいねこの座椅子めっちゃ <laughs> はぁ、あ、猫かぶるんですか猫かぶります今から おはようブリントさんもおはよう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 はよう猫のモノマネするにゃんすで <laughs> に猫ですあっめっちゃ良さそうそれアイライナーで猫になりきろっかなにゃんにゃんすけにゃんすけ羽田でチェックインして帰国準備ああ羽田からなんだ成田じゃなくて 羽田からないや。帰国準備。ブリントさん。を帰っちゃうんですね。短い間でしたけど。また来てね。絶対に。何時間かかるとやったっけ ?4 時間そんなかからんっけ開始の間いつもニャンニャン言ってるでしょ。言ってないわ。ニャんニャん言うってどんな感じや。猫が寝込む。うわぁ 調子いいやん <laughs> 今,日今日調子いいねチェンコさん調子いいやんめっちゃおもろいそれ今日の夜の配信で3回ぐらい言おう猫が猫を打ってどうせ猫のカチューシャつけるけ <laughs> 良い滑りですね良い滑りですねおはようなら猫さんブリントさん パートありがとうございます。本当だよ気をつけて帰ってくださいね。元気でね。元気でね。猫かぶんな。猫かぶろっかな今から。にゃん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 言いながら。猫の日らしこ今日。あ野良猫さんの日や今日は。野良猫さん今日主役ですね。おめでとうございます。野良猫さん今日ハッピーデイなんじゃない すべててなんてないんんいだからね <laughs> そうだよ私めっちゃおもろかったけん今日の配信で言うけん3回は絶対猫が寝込んだ <laughs> ああ言うタイミングあるかな猫が寝込んだっていうタイミングあったら言うどんなタイミングやねん <laughs> どんな話の流れでそんな言うかなちょっと言う頑張って言うけん今日どっかでありがとうございます 今日は猫の日だっていいですね猫の日ってなんか犬の日もあんのかな地獄に戻る <laughs> 地獄とか言わんでよ <laughs> イベント最後まで応援しますってありがとうマリントさんありがとうございますちょっと現実に戻ってしまうねうわー結構早かったね1週間も 1>, 1週間もいなかったか3回だと3万になります使用料えっ、ー、1, 1回1万円な嘘やろ猫が寝込んだ <laughs> 猫が寝込んだ <laughs> そんな高いいずきちゃんも猫になりましょうちょっと猫になろうかなと思ってる今日の夜はじいさんホルケーキありがとうございましたすじいさんありがとうありがとう <laughs> ありがとうございます

そうだよ、猫が寝込むあ猫が猫じゃねえかぶるぐらい意味分かりますよ私だって猫がかぶるぐらいか猫がねねねね猫かぶるぐらい分かりますよ猫が猫む言い過ぎて頭おかしくなりそうやるでしょう賢いんだあみちゃんってかいんだよね笑顔でくめなさい

会話できないじゃん、そんな難しい言葉使われたら。じゃあ、朝の。採用いただきます。<laughs> もう採用じゃないやん、冷たいやん、お水。なんなん、さよと思ってグビって飲んだら。めっちゃ冷たくて。冷たくて悲しい、番犬なんて言ってないだろう。あほ、番犬言ったっけ、番犬って言ったのは。 チョコさんですえ今お仕事サボってるまさかお仕事サボってるなうそれともお仕事まだなうそれとも今日お休みなうかわいい GS さんが軍練生なことを気づいていいぜおみずきも同じからそうそうそう GS さん私もやってたよ一生一生おみずはあんなことやってたんだ 思いいながら見てくださいよ <laughs> もういないちょうどお茶入れたとこ一緒に乾杯しよう今日もハ <laughs> マちゃん来たのさゆって生きてないわさゆって <laughs> あのー、あれやねエイトセンサービンビンやね猫になりきって百歩って言ってみてえ猫になりきって百歩って言うの全然関連ないやん猫って百歩って言うん <laughs> じゃあ猫っぽく言うね やっほーちょっとちょっと朝から大変だ朝から大変だよ半券半券って言うんだ勤務時間中でありますな今日も安定に大輔さんは勤務時間中です晩半券使用量知らん知らないね半券使用量って何 誰からも聞いたことない乾杯 <laughs> 犬は犬猫が猫の <laughs> いっぱい持ってるやんぶは、二25点思ったより高くてよかった2点ぐらいやったら絶対うんおいちいあーお水おいちいなー 猿は猿。さ、じゃあ。カバはバカ。<laughs> 違うか。水ひき猫さんを飼わせてください。えめちゃくちゃ。あれば。あの、え、餌、餌,餌、餌代かかるよ。いい。餌代かかるけど、いいならいいよ <laughs>。あとちょっとの。わがまま感じる。 マイペースで <laughs>。どんな猫よりもマイペースな自信あるな。バカはおみ。どん、全然違うやんか。おみ、おみのダジャーで作って。おみ。いっぱいありそう。おみのおみくじ。バカのカバンカバのカバンあ、カバのカバンいいね、それ。カバをかばう。うわみんな頭いい。私だけやん。 カバはバカとか言ったのうん。私外国人だから GS 訓練生さんとても緊張したるそうです <laughs> 私が GS のあの訓練生でプリントさんやったら緊張せんばい緊張めっちゃハイテンションであれしますサポートします おられるかいいよーいいんかーいおみのお味噌汁おみがお味噌汁食べます今から食べるちょうど作れません呼びすたかに大すさん全然呼び捨ておみおみちゃんっていうねおはーへっぽこもやしさんおはー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 おみのお店おみのお耳 おみのお耳いいねおみのお耳キャナタンニャーコッポンさんおはようございますおはよう。おなかペコペコだハートありがとうブイントさんあ、ガニメデさんもおはようございまーすツンツンありがとうさんもおはよう

リントさん飛行機乗るんだね今から羽田ころなんですねおやすみおやすみじゃないわおはよう久保君 <laughs> お仕事してるんでしょおやすみなさいとか言いながらどうせもお仕事バレバレやってるんでしょそうですよ今日コメント拾う <laughs> めっちゃコメント全コメント拾ってますよ多分ね今日みかはもんさん三河もんさんおはよう おみりんになるって自分で言ってたのに忘れたのかえ何？竹竹竹竹竹は受験。な、それえー、懐かしいな。ちくわ受験。竹林とか言ったよね。私ちくわって言われた瞬間なんかもう悔しかったもん。うわ、ちくわかーみたいな。今日も元気に社畜です。社畜ですかー？ 頑張ってよ久保く,くんなんだかんだお仕事好きなのかなって思ってたよ思ってるよ私 <laughs> なんだかんだ好きじゃないとやめたいよーとか言いつつ多分好きでしょうお仕事カップケーキありがとう久保く,くんあそうか今日一日働けば4連休何も出ないあそうじゃん今日頑張れば下休みじゃないりん あ、竹林かそう竹林だ竹林って言ってたんだ今日仕事だと思って早起きした休みやいいなーお休みなんですねみんなお仕事なんだっけお休みなんだ猫の日焼けにやろう今日猫の日焼けお休みだったんだ <laughs> 猫竹輪の磯辺あげくださいって電車に言ったこと竹輪の磯辺 <laughs> 竹輪やろ女って俺レベルやん 私と同レベルや恥ずかしくないと私と同レベルだよいやマジでやめたいよ本当に本当か楽しんでそうやけどなじりじり感じた衝撃的ないやあ久保くん言われてるよアホって言われてるよなんかちくは分からん人はアホってことらしい久保くん強く生きようねうちら仲良く ちくわ知らん、読めん、読くってものやねこさん、かわいい、ありがとうございますまさやんさんもおはよう休日は日曜までおみちゃんのイベント付き合いしますありがとうございます日曜日までか、もうあっという間に終わりそういや、混んで欲しいわまじね、心臓痛いも心臓痛いし、ドキドキしすぎておかんにも言われた <laughs> みーちゃんの なんかイベント最終日やほんと寿命の縮まるしあの安心して未練って言われたお大体の人は仕事シャ <laughs> ッターさんは釣りでしょ釣れてる猫の日だから縁側縁側でひなたぼっこしないと縁側ひなたぼっこ猫やけんなるほどね子が寒いといい こたつで丸くなるんですよ。猫、ね、はこたつやっぱお腹しきすぎてテンション下がってきた。どうレベルなんて <laughs> 私感じ苦手感じ苦手。ク <laughs> マビジネスバカです <laughs> ビジネス <laughs>。そうだよねみんなドキドキですよね。ああウリトさんありがとう。 じゃあ保安検査に行ってきます次回来ると日本うん次回日本来ると気づいて会いましょうブリントさんありがとうティアラありがとうございますそしてまた日本に来てくださいそうだね次こそは会いたいですねいってらっしゃいいいってらっしゃいなのかないってらっしゃい気をつけて帰ってくださいね保安検査か楽しんでください 飛行,飛行フライトフライトも楽しんでくださいね長いだろうけどありがとうブリントさんなんか寂しかねえ帰るってなると連れてます本当に絶対写真送ってよごめんなさいコさんおはようハートありがとうございます浜松の IH さんもおはようちゃがまさんハートありがとうございます黄金ネさんハートありがとうございます 全部尾上さんのせいにしておきます <laughs> なんでよおみちゃんはビジネスバカだもん私だってビジネスアホだもん本当はちくわぐらい知ってるしね知らない人いるのちくわって感じめちゃめちゃアホじゃんそんな人いないでしょそんな人 <laughs> 羽田に引き止めに行かんば長崎やここ長崎から行ってたろ 今から準備して行った頃にはもう香港に戻ってるわ亀吉さん初めましておはようございます今日も富士山がいいな富士山め最近見たんだけどさもう超綺麗でもう富士山に感動しすぎてるんだよねそんな富士山を毎日見れるのいいなあ天気が良くないと見れないちくわって何で作られてるのかまぼこだよ 魚です違うすり身適当なこと言ってる <laughs> ひろしさんおはようんおのめさんは天才だからねって言ってるわ富士山見たの <laughs> その富士山見てないその富士山見てないんだよね元気してるのその富士山富士山 上吉さん、ウラウンありがとうございます職場への朝のドライブ高速度の富士山が真っ白に冬はえ、冬は、あ、そっかそっか雪が積もってるけんかえー、見えるんだ千葉から高速、千葉からも見えるの富士山ってほんとすごいな7、5目、目どういうこと天気が良ければ7、5目、目7、5、目って何 天気が良ければ7合目米1号2号みたいな7号ってどんな感じなのえそっそっで山にそんな2合目とか1合目とかあるんですかちょっと山に詳しくなくて昨日のアーカイブアーカイブね昨日飛行会にしました飛行会にした仕事の日はほとんど毎日富士山見てますうわーさすが浜松え浜松って静岡だよねあ,あれ浜松って静岡 違うゼイの配信で見たなえ富士山 <laughs> 富士山 <laughs> 富士山は確か奈良県とかからもギリギリ見えるええー、すごい奈良県とかからもギリギリ見えるのめっちゃ遠いやん関西やん千葉からは見えるけど埼玉入ると大きくなっても え埼玉からの方が大きいんですか千葉の方が近くない炸裂炸裂じゃないよイベントでそうなんよなんか審査があるじゃんあの、配信のなんか審査とかもあるから、なんか念のために <laughs> 念のために <laughs> 念のために <laughs> 浜松は静岡だぞ知ってるし浜松は静岡なことは知ってる違うでしょ 静岡の西、愛知より、えー、そうなんだ、浜松えー、星初め行ったら見かけた。えー、富士山を。何の話 <laughs> 星集め行ったら星集め、星集めてるの、今。昔の話か。せい指定都市だぞ。何ですか、せ指定としてって。あー あのー、博多的な政令都市都市政令指定都市千葉より埼玉の方がえそうなんですか知らなかった静岡ってもえ静岡ってさ千葉ちあそっかそっか千葉って右だもんね左だもんねわかるよ奈良の場所ぐらい大阪の隣港区浜松浜 ははは浜松町浜松町そう私なんか東京に行った時ばっかりの時に浜松町浜松町っていうとこ見てここ静岡かと思ったもんね浜松が静岡にあることはしてたの小学生の時は賢かったから覚えてたんだけどえここ静岡かなんて思ったの覚えてるな こ静岡行ったさめっちゃ楽しかったまた行きたい静岡近い思ったより近い東京都2時間ぐらいだった富士山神奈川埼玉東京千葉アメリカです <laughs> アメリカ遠すぎやろえアメリカ近い嘘でしょ遠いでしょ アメリカは遠いでしょ神奈川か神奈川通って静岡に行ったんじゃない私たち違う <laughs> 昔神どう今凡人をちょっと待ってよ血で行く女子やな姉 <laughs> そうそうそうあのね凡人をちでいくほど名護なんよそう深いね <laughs> 全然つい見やからんけど <laughs> 何も意味やからんけど <laughs> 浜松餃子ってあるんですか美味しそうやね浜松って何が有名なのお茶羽田空港から見る富士山も静岡空港から見る富士山はその時えそうなんだ 羽えそうなんだえ静岡空港ってどこにあるの静岡でないの富士山は静岡にないの難しい静岡ってそんな大きいんだえそうなの昔神道今凡人を地で行く女子ねえ全然ちゃうやん箱根越えしましょう箱根越え箱根登るってこと 箱根山箱根山じゃないかあ箱根を通り越していくってことはるおさんファンピンありがとうございますあうなぎかうなぎかうなぎだよねうわーうなぎ食べればよかった静岡行ったけんうわいいな静岡の人ってうなぎ食べてるのいっぱい餃子楽器オートバイほんと何の楽器 おちゃん大好きあそううなぎパイも大好きうわーうなぎパイ食べたーい富士山は静岡と山梨にまたがってああそこ行ってたね静岡と山梨県かふんヤマハというメーカーえー、そうなの知らなかったごめんうるさいうるさかった 市野智平さん、はじめましておはようございます。お名前石崎です。よろしくお願いします。静岡空港は静岡県のほぼ真ん中。ええー、静岡空港は静岡県のほぼ真ん中なんだ。ええー、で富士山は山梨よりってことか。なるほど、結構遠いってことね。静岡空港か。私のお友達フィジーちゃんが、あの。 静岡によく行ってるの多分親戚は静岡にいるのかなで静岡空港行ってるって言ってた気がする聞いてみようじんちゃんおはようすごいリアクション今日テンション高いっちゃんなんかヤマハのミュージアムあるんですねすごいちなみに私の母も静岡原産原産やったっけえっっ原産ってお客何て思います原産 けんさんやろお母さん静岡なんですねいいね静岡静岡好きになった今うなぎもあるし、まあまあ、ヤマハはあんま知らんけどさけどちょっと感動したわヤマハ静岡静岡発祥なのけんさんって言うんですねオートバイだとヤマハスズキ 何オートバイってオートバイってバイクじゃないとオートえオートバイってさヤマハスズキヤマハ音楽教室でお歌を習いましょうドレミファソーラファミレットですか静岡県全体がうなぎなわけ <laughs> え違うの浜松だけなの ユーカリンの実家と割と近い気するってマジ田舎って言ってたよユーカリンなんか田んぼだったか畑がいっぱいあるところだって言ってたいいですねユーカリン地の田舎らしい県行きたいなって言ったさお亡くな鳴ったバイク乗れんちゃん私あれ持ってないしね免許免許持ってないしあの大型の原チャリしか乗れない 原チャリやったっけ現場やったっけ現場しか乗れないあサッタンさんカップケーキありがとうございますこんな声ありがとうございますサッタンさん釣りは順調ですか楽器とオートバイ両方作ってるえそうなんだえーオートバイヤマ作ってるの音楽が鳴るバイクそんなことないかえーすげえそんなことは初めて聞 オートイってなんだっけそもそもあのおっきいバイクのことだよね田舎ですよ田舎なんだいいななんかユーカリンの田舎めっちゃなんかいい感じの田舎らしいよ田んぼがいっぱいあって茶畑かめっちゃいいね静岡県だと半松と三島三島三島うなぎで有名 東京からさ浜松に行くとさ何時間かかる結構遠い茶畑いいねいい匂いすスとかな夏も近づくや野獣やえっと88やなんて言うとそれ音楽が鳴る鳴るんじゃないもしかしてヤマハのバイクだとディスってないよ ヤマハ,ンヤワハンで出るかもしれんよそろそろ出てくるかも <coughs> 音楽が鳴るオートバイ楽器もついてますよってそしたら暴走族が買うじゃんチロリロチロリロチ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 ロって言って走るじゃん暴走族チンジロチンジロって言って暴走族のために作るかもしれん音楽の鳴るバイク新幹線で1時間 50分えー、車やったら新幹線乗ったことないけんちょっとピンとこんわその近づくいやし車だと透明で透明透明でちょっとその透明は何だか知らんけど3時間半え結構かかるねうわユーカリもねユーカリ浜松じゃないって言ってたけどあの そんくらいかか4時間ぐらいかかるって言ってた意外と遠いなぁでも行きたいなぁうなぎ本場のうなぎ場食べに行きたいうわいいなうなぎ大好きや私うなぎ大好きやもう野獣ってことは茶畑にえっ竹磯来るの <laughs> こんでしょう。<laughs> 発そ面白すぎる。 野獣江光さんハーありがとうございます東名高速道路知らんよなんそれ日本の大動脈を知らん知らん知らん <laughs> 僕ん,んか名称された名称された急にコメントしてしますよコメント難しいよねタイピングっていうと何ていうとこれフリック入力コメント難しく私すごい遅いんだよねコメント打つコメントっていうか LINE とかうなぎ食べに行くツアー行きたいうなぎ食べに行くツアーやりたすぎるうなぎ大好き この前爽やかえー、じゃあ通ってんだ私東名高速道路東名っていうの東名えー、全然見てなかった日本語にするともっと難しいそうだよえ日本語で買い日本語でさ売ってるのいつもあれどういうことだえ日本語で売ってるんですかアニメでさんって それとも韓国語で売って日本語にフュってなるのでもカニメルさん日本語も文字書けるから売っても売つのも日本語で売ってるのかうなぎ食べたいなら千葉県成田もえそうなの千葉なら余裕でいける成田も余裕でいけるええー、本当に <laughs> 面白がってるだろ面白いよコメントするな 東名と名古屋をあそういうことかそういうことね面白なんか東京ほんと面白いな東京の人たちってさみんなそんなするよねなんかなんかさ埼京線とかもさ埼玉と京都東京とかさ映画で言ったら日本語に変わりますえすげえ それ、ででしてるんですかそういうそういうあれがあるの透明な道路だから透明度。でねえねえばっかしほんとにうばっかしじゃん嘘ばっかしだよ一瞬も透明じゃなかったしこの間言ったけど私あローマ字ってこと日本語難しいプラス1えエレメンツさん日本人じゃない 勉強になります。バカにされてるよ、久ぼくん。バカにされてるよ <laughs>。<laughs> 勉強になります <laughs>。成田はなわねこさんの地元が30分ぐらいで。えー、そうなんですか千葉千葉ですか出身千葉なわねこさん千葉出身なのバーチー。バーチーですか食べたことあるうなぎ。ビジネスバカのかぼくん。 ハートありがとうチョコさんありがとうハート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 ねえ何の話してたっけ千葉にうなぎを食べに行かんといけんって話だ成田ってさ地名なの、ね、成田って地名なの調べようやばいあと4分しかないと成田調べとる場合じゃないわ 成田って空空港やと思っとったうわ成田っていう地名なんだえー、知らなかったメイクしないで大丈夫うんもう今日メイクせんニキビあるけんニキビあるけん室温な時間になったらちょびっとするチワ <laughs> にうなぎ食べ行くの行きたいっちゃん成田市成田市っていう町があるらしいねああ ちょっと待って、泣んた有名なうなぎ屋さん、うなぎ、うなぎさん、あうなぎ屋さん来たありがとうお礼に、は、おハートにお礼いらんから、横ちゃんを言わてください。おめでとうございます。横ゆいさん、おめでとうございます。おめでとうございます。お兄ちゃんからお祝いされたら嬉しくないで、嬉しくないでしょ。横ゆいさん。ありがとう、チョコさん。楽しかったね、朝から。めっちゃ喋った。ガンガン遠く。 今日は顔出し配信ないするする、夜するよ。あ、今はもうしない。もう、朝はナッシーン。夜するよ。待っててね。うなぎ屋さん来た。うなぎ屋バーチの成田さん。え、成田さんって何山なんだ。成田うなぎツアーですな。あ、ウスですな <laughs>。ですね。うなぎツアー。最強やんか、そんな。やりたい、私も。 ありがとう王冠お祝いは誰からされた嬉しいに決ってるっしょほんとおみちゃんでもおみちゃんでも嬉しいかなあいぴよぴよ言ってるわ鳥がですんな <laughs> よし成田に行くか成田に行こう朝からすごいいっぱいありがとうございます楽しかったな コメント全コメント拾ったよね今日の配信朝の配信ねえ <laughs> 成田さん新海勝ち寺はねえ難しい成田さん新勝寺節分で豆まきあっ豆まきねしてるとかあるよね寺であれ行きたいっすね私もあの本格的な豆まきペロペロ言ってる され,れてもさほど嬉しくなってないんだが嘘ばっかり嬉しすぎて嬉しすぎて測定するくせに測定偉いありがとうじゃあちょっとランキング読むけんラジオはもともと拾われやすいってあうねそうラジオはめっちゃ拾えるけんラジオの時ガンガンコメントくださーいえ何本格的って何の話しちゃったっけ <laughs> あそそうう本格的なもめまきの話をじゃあランキングを見ます第一ブリトさーんいってらっしゃいいってらっしゃいかな気をつけて帰ってねありがとうございます第2チョコさんありがとうございます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  第最、じいさん、ありがとうございます。第4位、りんちゃん、ありがとうございます。第5位、エレメンチさん、ありがとうございます。第6位、ポポさん、ありがとうございます。第6位、シャッタさん、ありがとうございます。第8位、ハヤクさん、ありがとうございます。第9位、大好きさん、ありがとうございます。第十、位、コまちゃん、ありがとうございます。第1位、ハルオさん、ありがとうございます。第2位、タクみさん、ありがとうございます。第1位、クマんありがとうございます。今日も一日が <mad> <effectivement>